彼女だけ2人は事件を起こす気は一切ございませんが、私こう見えましても司会歴が結構長うございます。空気でわかります。まもなく事件が起こります。それでは皆様の準備も整ったようでございます。神戸ポップカルチャーフェスティバルサード PR コーナー、本日1回目はここで終了させていただきますが、このままお別れするのは少し寂しいということで、私ケイちゃんと今萌え隊が6月よりラジオ関西さんで放送させていただいている番組、いまいち萌えないラジオ、そのテーマソングご存知でしょうか。とても可愛らしい曲なんですけれども、この曲に合わせてなんと言っちゃいますね、いいですか。その曲に合わせて今萌え隊のお二人がダンスをしてくれるそうです。今萌え隊のお二人はほとんど練習をしていません。さあ今後何回踊るかわからないですけれども、最もいまいち燃えないダンスは紛れもなく本日のリオ神戸リオドーム、これからのステージだと思います。カメラ動画の準備はよろしいでしょうか。それでは今燃えたいのは2人、今道燃えない娘、素敵なダンスをよろしくお願いいたします。今道燃えないなんて言わないで、絶対君を振り向かせる、今から行くよ。ジュースを
誠に申し訳ございませんでした。そんなことはない。OK っていうところとても上手にできてましたね。ただ一回足のステップ忘れたらもう分からへんっていう感じがとっても皆さんに伝わっていてね、良いと思います。あの踊りやったら私も踊れると思った方もいらっしゃるかもしれません。実は、求むいまいち燃えない娘ということで第2期のいまいち燃えない娘の応募がスタートしています。男性の方でももしくはですね、お知り合いの方にですね、なんかこんなんできたらできるらしいとか言いながらでも結構ですので、ぜひですね、いろんな方たちにこのいまいち燃えない娘に、なってもらって楽しいひとときを一緒に過ごしたいなと思います。こちらのチラシの方ですね、あちらのブルーの T シャツを着たかわいいスタッフお姉さんが持っています。ぜひぜひこちらのチラシの方をゲットしてください。また後ろにはですね、今萌え隊が今日は指輪かな、かわいい指輪やネックレスをつけてるんですけど、そんなアクセサリーの情報なんかも出ています。はい、こちらのチラシ売っちゃうで、僕アクセサリーやでとか言いながら、ぜひぜひ皆さんもらっていただきたいと思います。いまいち燃えない娘のお二人はですね、今燃え隊のお二人はこの後もう一度、素敵なヒーローショー等が終わった後登場していただきます。その際にも踊ってくれるのかなそうですね。そして、この後また今燃え隊が登場した際には、私けいちゃんが着ている今燃え隊のお洋服ではないんですけど、こちらのポップカルチャーフェスティバルの2013って書いてあるんですけどね、こちらの T シャツを今燃え隊とじゃんけんして皆さんに、何枚かプレゼントしようと思っているので、最後までお見逃しなくお楽しみください。さあ、それでは2人はとってもお水が飲みたいと思いますので、ここで退場です。大きな拍手をお送りください。今燃え隊、